はい、ただいまの気温が1度でございます。はい、じゃあ行ってみましょう。こんな格好だ。今日はちゃんとね、トレッキングシューズ履いてね、昼から雨でね、どうしようか迷ったんだけどね、もう日にちがないんでね、今日回っとかないとね、来週からは5000の古墳をちょっと回るんでね、問題はこのナビがどれぐらい言うことを聞いてくれるかやね。ん？言うこと聞けへんのか？傘差しながら、左手ではスマホのナビを見ながら、右手カメラが大変だよ、傘。なんかおかしいね、これ、くるくる回っとるけど。いけんの？まあ、いつものことやけどね。どっち行けの？こっち行けっちゅうの？どっち？わからんなぁ。どっち行くんですか？どっちに？そこ上がっていけちゅうの？ 110m？ そんな近いの？わからんなぁ。110m ちょうどないだろう。まだ関数加工までついてないんやから。よっ、はあ、そういうこと。こっちはなくて左から行けちゅうことか。この案内は左はあの道を行けちゅうことな。あの向こうのしかも150m とか 110m とか、おかしいことを表示してはるからな、見えへんがね、そのサラダに古墳が。ああ、そこか。やっぱだいぶ左やな。これいけるかね。いかねんな。寺崎白壁古墳やったかな、あの横らへんなんだけど、本当はなかなかみんな苦戦しとるような話をしてはるんだけど、まあナビで行くんやからわからんな。わしもよく苦戦しとるんだよ、ナビでは。これ、はい、陽楽の関数加工本です。前回来た時はこれ綺麗にね、買ってあったんでね、上上がったんだけどね、途中まで。それにはしごとかなんか置いてあったんやけど、ないか。ほら、こんななんの。その1年か、そこらぐらいのことで。この辺に看板あったんだけど、ないかね。看板は。あれ、看板見当たらんな。こんなことなんの。このように看板見たいんやけどね、この前回来た時はね。竹林の中でございます。あれは白壁古墳だろうね、案内は。これは白壁古墳。シルバー人材センターになってるの。はい、入ってきた方がないんやけどね、どういうこっちゃ。跡形がないんだって。これあの山からね、左の方やと思うんやけど、ちょうど反対側なんだけどね。いやー、これこんな綺麗に見えたかね。見えてないな。前来た時ももう草ぼうぼうで何にも見えなかったんな。ここから見えなかった。もうこれ記憶ありますこれ。これ2回目かもしれんな。はい、これ上がった記憶から。ほら、新しいやり直してくれてる階段。この階段がね、もう崩れかかって当時。はい、分かりました。この反対側の派やな。反対側の斜面やな。道あんの？なさそうやな。いや。
はい、この階段も記憶ありますわ。やっぱり反対側やろな。このナビは全然ダメだわ。本当、本当見てくれへん。一辺30メーター。9メーター。二段中ここですね。こら、行かれよわ。無理やわ。はい。1分40メーター行くんだけどね。40メーター。40メートルだったらこの裏くらいか。はい。いやー、綺麗にほれ。あんな感じだったんですよ。あの反対側もね。こんなんだったんですよ。この辺もね、もう木がいっぱいで、本当に見えなかったな。こんな綺麗に見えるとは。うわー、これいいわ。一回見てんだけどね、こんなに違かったかな、俺勘違いしてんのかな。これも石棺だろうね、これ。もう埋葬してるでございますからね。綺麗にね、石整形してくれてるから。こんにちは。はい。あの、サラタニ古墳に来たんだけど、どっかわかりますか。サラタニ古墳、サラタニ、サラタニ、サラタニ。サラタニ古墳。横はなかなか聞いてるんですけど。それがね、はい、もう全くあの、その、なんちゅうか、あの、通路っていうか、はい、道がね、ここから行けないですか。いや、あの、もうとてもやないけどね、はい、整理してないんでね、はい、ちょっと、もう私は小さい頃のその横穴をちょっと覗いたことある、遊んだことある。ああ、そうですか。じゃ今はね、ちょっと分からんですよ。分からんすか。あれは横穴でね、はい、ちょっとごめんなさいね。横穴ね。横穴ですわ。この裏ですか。この辺ですわ。その辺、その、この、尾根じゃなしにね。尾根じゃなくて。尾根じゃなしに、その、中腹ぐらいのところに、この尾根をずっと向こう行って、そっからちょっと下った中腹のところにね、この向こうの山の。いや、こう、そうそう、こっち。おー、ほんで行く道がないんですよ、これ。道がないんですわ。道がないですか。まあ、しかし、私は昔の面影あるから、はい、分からんことないんですけどね。いやー、それがみんなね、探しとるけど分からんいうことでさ。あ、そうですんけ、はい。いや、それはまあ、貴重、私から言われたら貴重です。ほんでね、それもしないやったらね、あの、高取町役場言うとき、あの、その、サラタリ古墳がね、みんな関心持ってるということで、ちょっとそこのところ予算付けしてくださいよ、なんちゅうの。なるほど。だったらね、多分もっとその脚光あると思いますよ。なんかみんな見に来るけど分からへん言うてるわ。いや、まあまあ、ほんとちょっと、まあ、言うときますわ。で、わしらそんなんで、もし行けるんやったら思って今日来たんだけど。あ、中広いんですか。間口は狭いですけど、はあ、広いっていうよりも、それは、あの、そんな、仕事ねみたいな、このくらい広いことあらんけども。はあ、間口はね、ほんまにこう、あの、小さい間口ですか。小さい間口です。それを、はいつくばって、こう、入ったら、ちょっと、もうちょっとこれ。中入ったんですか。あ、入った、入った。入った。あんな頃はもう、ほんま、貴重な方やね。いや、もう私はこれ地元やから。いやいや。このナビでもこの横に30メーターか20メーターになってんねよ、うん、ナビでね、ええ、だからすぐ行けるかなと思ってたんだけど、うん、だところがほら40メーターになってまんねこっから、こっから40メーターで40メーター1分、うん、あ、そうでしょ、はあ、これがそうですか、これがいや、ね、こう、うーん、現在地に戻らないから、ね、なんか40メーターぐらいのところで、まあ、そんなもんですか、もう その辺ですわ、あ、だからこう上がるんですね、直線距離でね。そうそうそう、ね、だからね、これずっとオレンでずっと向こうまで行くんやけど、そのあのオレンはずっと歩けるんやけど、そのオレンからちょっとあのさあ降りて、ね、10メートル15メートルちょっと降りて、はあ、でそれもかすかにその古墳って南側に興味あるんですか。古墳は必ず南側、もうそれはもう鉄則ですわ。もう環状にしたかて、剣鈴塚にしたかて、剣後静塚にしたかて、はあ、これも南側に、はい、あのどないんか口が開いてる、そうそう、これはもう、それは鉄則ですわ。なぜそうなったかしらけど、お、だから要するに口はその南側向いてるわけですわ。こんなとこから行けないですか。
いやいや、これは無理です。これは無理です。無理ですか。うん、どうでもないけど。いや、これは今度、こっから、また遊歩道を作ろうと考えてるんです。いや、イメージ的になんかほら、こうあるじゃないですか、道が。だからそれは、昔からこう山に登らはった、登ってんじゃんけど。ほな、その上のサラダにまずやりはらへんでね。そうそうそう。だからそれ一遍、話しときますわ。サラダにこういうふうに興味持っておられる方が多いと、ね。そうそうそう、何人かね。ええ探すことできないよね。あ、それはどっか書物でそんなこと書いてましたか。え、そんな沢谷古墳とか紹介みたいなもんが広がりますけど、そこに今城があったんですよね。はい、でこれ大福山から上楽の勘定古墳にお祝いですよりさ、はい、この勘定古墳来たらもちろん戦後鈴鹿古墳っていうのはあったんよ。そこにねありますな。あれは変やな、これ。こっから、なすやね、30分あったら大福山行きますよ、頂上で。そこはまあ景色があるし。もうせっかくやから、あっちのサラダには見、あ、これ行けないの、サラダに。いやいや、これは尾根伝いできないけど、サラダにはちょっと一段下って、こんな茂みの中、これは草刈ってないんですよ。だからダメなんですね、これ。